皆さんこんにちは。美しい10代で活躍した歌手である三田明さん。今回は三田明の急死の真相と結婚した16歳差の妻の正体と多額の借金や詐欺事件で消えた真相について紹介します。まずは三田明の経歴とプロフィールから紹介します。三田明は日本の歌手、俳優、清純な風貌と美声で1960年代を中心にヒットを飛ばした。また長七郎江戸日記シリーズなど時代劇を中心に俳優としても活動している。1962年日本テレビ系のオーディション番組ミノスホイホイミュージックスクールで作曲家吉田忠に認められ芸能界入り。翌1963年に美しい10代で日本ビクターから歌手デビューするとともに、さらに翌1964年には同名の映画で映画初主演。同曲は王子を知る多くの者たちに歌い継がれている青春歌謡であり、代表曲である御三家に比べると後発のイメージがあるが、御三家に劣らず大健闘した。また当時この3人に彼を加えて昭和アイドル四天王とも呼ばれた。全国歌謡ベスト10では判明しているだけで15曲以上が1位を獲得している。1971年に所属事務所である東洋企画が倒産。マネージャーが勝手に三田名義で多額の借金を作り失踪。その返済のために日本全国への巡業を余儀なくされる。1972年11月に発生した日本航空351便ハイジャック事件に乗客としてエリチエミラと共に遭遇している。事件発生中に三田は熟睡中で事件のことを語れず、マスコミからスチュワーデスと付き合いたいと事実無根のことを書かれる。1979年12月自宅火災で顔面に大やけどを負う。再起後はテレビの時代劇の出演が増えていくが、その中には往年のファンにとって見るのも忍びないような純粋な悪党の切られ役もいくつかあった。1985年結婚。2001年マンナリプライムキャピタル証券の CM に平安貴族のスタイルで出演。2004年第46回日本レコード大賞功労賞を受賞。2012年10月10日にデビュー50周年を迎えた。世の人々を魅了していた三田明さんは37歳の時に16歳も年下の女性と結婚しています。奥さんの情報がほとんどないことから一般人だと思われます。当時の日本歌謡界を牽引していた三田明さんが一般の方と結婚したというのは少し意外でした。ただ一般人とはいえかなり綺麗な奥さんのようです。今でもスターと結婚する一般人の女性は実はお嬢様だったという人も結構います。三田明さんの奥さんも由緒正しき家系のお嬢様なのかもしれません。本当の一般人だったらスター歌手と知り合うきっかけもありませんよね。なお奥さんとはよく家族関係者と一緒にカラオケに行くなど仲は良いみたいです。奥さんの情報はあまりないものの、一部では慣れ始めの噂もあるようです。何でも仕事がうまくいっていなかった70年代日本全国を回っていた頃に出会ったのだとか。1971年は当時の所属事務所である東洋企画が倒産し大変な状況になったことがありました。しかもその時のマネージャーが三田明さんの名義を勝手に使い多額の借金をしたことが発覚。返済のために日本中を巡業することになったというエピソードは知っているファンも多いでしょう。詳しい出会いの経緯などは明かしていないようですが、苦しい時期に出会った奥さんは疲れた心を癒してくれる存在だったのかもしれませんね。三田明さんに子供の情報はありませんが、とても毛深い家族と同居しているとの噂があります。それは愛犬たちのことでしょう。かつては4匹いたものの、2013年に若い1匹が亡くなってしまったのだとか。それからは3匹と暮らしているようですが、ブログの更新は2013年で止まっているので近年の様子は不明です。もしかすると新しい家族が増えさらに賑やかになっているかもしれませんね。それは三田明を襲った3つの事件でした。第1の事件は1971年に所属事務所である東洋企画が倒産します。マネージャーが事業を拡大して勝手に三田名義で1億5000万円の借金を作り失踪してしまったのです。マネージャーに騙されたのですね。この時三田明さんはまだ24歳でした。
まだまだ人気があった時ですから、三田明さんは全ての財産を処分して個人事務所を立ち上げました。その借金の返済のために日本全国への巡業を開始したのでした。第二の事件は東洋企画が倒産して1年も経たないある日、三田明さんがコンサートのために乗った羽田発福岡行きの日本航空351便がハイジャックされたのです。その日、三田明さんはコンサート出演のため飛行機で福岡へと向かう予定でした。しかし羽田出発から約1時間後ハイジャックが発生。羽田発福岡行きの日本航空351便がハイジャックされた日航機ハイジャック事件の便に三田明さんも乗っていたのです。犯人は乗員乗客に拳銃を突きつけ、操縦室のドアを開けさせると機長に一旦羽田に戻って給油し、キューバに向かうよう要求を叩きつけました。飛行機は急遽羽田に進路変更。羽田で犯人は逮捕され、事件は一人の負傷者も出すことなく解決しました。たまたま居合わせた三田明さんは一躍時の人となり、マスコミから取材が殺到。しかしこの時の記事で三田明さんはさらなる地獄に落とされてしまったのです。実は三田明さんは騒動の中爆睡していたため犯行を見ていませんでした。当然取材に対し多くを語れるはずもなかったのですが、記者があの時のスチュワーデスさんとお付き合いしたいという記事を勝手に出したのです。そのせいでマスコミは不謹慎極まりない、顔は酔いが頭は空っぽと大バッシング。このせいで三田明さんの人気は急降下、そして顔面やけどが決定打となり、三田明さんは表舞台から姿を消したのです。三田明さんは歌う場所を求めて地方のキャバレーなどを回りました。36歳で俳優に転身するもヒットに恵まれることはありませんでした。幸い犯人は羽田で逮捕され、一人の負傷者も出すことなく事件は解決されました。しかし事件発生中に三田明さんは熟睡中で、事件後記者に囲まれても事件のことを語ることができず、その記者からスチュワーデスと付き合いたいと言っていたなどと事実無根のことを書かれてしまいます。そのためマスコミから不謹慎だとバッシングを受け、人気は急降下してしまいます。それでも借金返済のため細々とバラエティ番組のモノマネで活躍していました。そして第3の事件です。1979年12月、三田明さんが自宅でテレビを見ながら食事の支度をしていた時、火にかけて板鍋の油に火が入り、動転した三田明さんが油に水をかけてしまったのです。そのため煮えたぎった炎が飛び散り、三田明さんの顔面は大やけどをしてしまったのでした。その事故で三田明さんが亡くなったのではと言われるほど表舞台から姿を消したのです。よほどひどいやけどだったので治療に長い時間がかかったのでしょうね。このやけど事件が起きたのは三田明さんが32歳の時でした。まだまだ若いです。大やけどが完治した三田明さんは歌う場所を求めて地方のキャバレー回りをしたり、36歳で俳優に転身したりしましたが、以前の栄光を取り戻すことはできませんでした。そんな三田明さんを地獄の人生から救ってくれたのが、かつての良きライバルであった船木和夫さんと西郷輝彦さんでした。特に自身も苦労をしている船木和夫さんは、どうしても三田明さんと一緒に歌いたいと自ら用意したステージに彼を誘ったのでした。こうして始まったコンサートビッグスリーコンサートは大盛況、全国を回り昔からのファンに元気な姿を見せました。このコンサートをきっかけに三田明さんは地獄からよみがえり、ファンを大切にしながら再び歌手としてスポットライトを浴びるようになりました。ファンと仲間はありがたいものですね。また37歳で結婚した16歳年下の奥さんは三田明さんの初期の人気ぶりを知らない世代なのだそうで、そんな彼女の指摘はとても的確とのこと。お子さんはいないようですが、素晴らしいパートナーにも恵まれてようやく幸せをつかんだようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。